皆さんこんにちは。今回は飯まずすれに吐き出しにやってきた、イッチのお話です。料理自体は普通のご飯だが、明らかに変なところがあると言ってやってきたイッチ。他の方に比べたら大したことないかもしれないが、と言って書き始めるイッチだったが、スレミン総動員でイッチとイッチ嫁の異常さを、語りかける展開に、それではどうぞ。ここの人たちにすれば、全然大したことないかもしれないけど、本当に毎日辛いから吐き出させてくれ。嫁が砂糖大好きな砂糖狂で、どんな料理にも必ず砂糖をかける。調理の過程で入れるのではなく、出来上がったものに砂糖をドサドサかけるんだ。たまにあられとかせんべいで、ザラメが塗布してあるのあるじゃん。あれが大好きらしく、それをこじらせた結果こうなったっぽい。焼き魚に砂糖、茶碗蒸しに砂糖、ペペロンチーノに砂糖、とにかく何にでも砂糖。またこの砂糖の量が多いのなんの。口の中でジャリジャリ言ってんの。口いっぱい砂糖まみれの何かを噛むなんて、人生であるとは思わなかった。甘すぎて喉に甘さが引っかかって、一口食べるごとにかなり咳込む。そんな俺を見て嫁は、大丈夫？なんて言うのでそれに対して、いや、ちょっと砂糖がさ、と言ってみるが、もうしっかり噛まないから、と言われて終わる。嫁は感覚器官がおかしいのか、うまいうまい言いながらパクパク食ってる。砂糖さえなければ別に普通の料理なんだよ。前に、砂糖がない方がいいよ、と嫁に伝えたこともあるが、砂糖がアクセントになってるのに、と今にも泣きそうなぐらいかなり落ち込まれて、めんどくさいことになった。その次はせめてあのジャリジャリがなくなれば、ってことで、妥協案として、出来上がったものにかけるのはやめて、調理の過程で入れてみるのはどうか、と提案したところ、何言ってるの？それだと溶けちゃって意味ないじゃん。ってあっけらかんと笑い飛ばされたよ。もうやだー。やばいぞそれ。体壊すぞ絶対。シュガーバスターでググってみて、砂糖には中毒性があるらしい。もしくは嫁さんすでに糖尿病なりかけかも。最後にかけるのなら自分の分だけにしてくれ。って言えば解決しそうなもんだけど、まあでもそのままだと嫁もやばそうだな。今のままだと二人で仲良く糖尿病になりそう。出先だから携帯ですまん。シュガーバスターで検索してみたら、本が出てきたけど、これでいいんかな？嫁は確実に甘さに麻痺してるか中毒になってる。これは間違いないと思う。じゃなきゃあんなもん絶対平気な顔で食えるわけない。てか俺、まずいまずいばかり気にして、糖尿病の危険にまで考えが及んでなかった。その線で攻めてみるのはもしかしたら効果あるかもしれん。今日行ってみるよ。いつも食べてる途中から胸やら腹やらが、気持ち悪くなって吐き気がすごい。嫁に隠れてトイレで吐いたことも数えきれない。一口一口が苦痛で仕方ないんだ。家で普通の飯が食いたい。嫁が考え直してくれますように。そうそう、本です。今流行りの糖質制限の走りとなった本になります。本をわざわざ読まなくても良いのですが、シュガーバスターについて書かれているブログ記事、など読むと大体内容がわかりますので、嫁様を説得するネタにしてください。早く病院行った方がいいよ。味方によっては砂糖を使った DV だよそれ。健康診断でなんか言われないの？砂糖をやめれば病気の9割は治るみたいな本もあるぞ。両親と義両親呼んで、みんなでそのご飯食べてみよ。吐き気がすごいってことは、血糖値がやばいことになってるおかん。今すぐなんとかするか、今すぐ逃げていい物件。夫婦で病院行く。血液検査一発アウトもらって、栄養指導行き。これが確実かも。不思議なことに血糖値については、みんなが思ってるほどやばいことには、なってないんだよな。多分食べてからすぐに全部吐いてしまうことが、多いからだと思うけど、朝、夜はこれのせいで胃が空っぽになるから、逆にみるみる痩せていってるよ。おかげで毎日フラフラ、昼の社食がなかったら、肉体的にも精神的にも耐えられてないだろうな。嫁は吐いたりしてないし、そのまま全部食ってるから相当やばいと思う。体重の数値はわからないけど、見た目は昔と比べて確かにぽっちゃりしてきたな。今日は嫁がキッチンに立つ前に、こっそり砂糖を隠してみた。とりあえず飯の時に、嫁と主に健康面を軸に話し合う予定。とにかく一度病院行った方がいいんじゃね？
吐いてばかりだとそれはそれで体に悪いぞ。それだけ砂糖を食べることが異常だと思えない時点で問題では、一致は会社員だろうし健康診断受けてても嫁さんは皮膚なら受けてない可能性しかないよね。嫁さんを病院に連れてこうよ。スレミンが一致や嫁さんの心配をする中、その日一致はスレには戻ってきませんでした。翌日になり少し進展があったと、スレに戻ってきた一致、果たして嫁さんとの話し合いはうまくいったのでしょうか。砂糖ぶっかけ嫁の一致です。ある程度進展があったので報告します。昨日の晩砂糖を隠してみたのですが、案の定嫁は砂糖がどっか行っちゃったとしばらく探していました。そこで俺はもう今日は砂糖なしでいいんじゃん、ご飯冷めちゃうよと言うと、でもとなおもしつこく砂糖を探し続けた。その必死に砂糖を探す嫁を見てたら、無性に情けなくなってきて、今まで溜まってたものが爆発してしまった、そんなもんいらない、頼むから普通の飯を食わせてくれよと怒鳴ってしまいました。言い終わると同時にどんどん涙が出てきて、号泣する俺、今思い出しても恥ずかしい。そんな俺を見て嫁もうろたえて泣き出す。そしてごめんね、ご飯冷めちゃうね、しつこく探しちゃってごめん、今日は砂糖なしで我慢しようか。我慢しようか？は？我慢だと？っていうか、謝るとこはそこなのか。いろんな感情が一気に俺の中に溢れて、呆然とするも、この時は、とりあえず今日は普通の飯が食える、という安堵が全ての感情を凌駕した。献立は筑前に、小松菜と油揚げのおひたし、さわらの塩焼き、キノコの炊き込みご飯、もう、美味しくて美味しくて、泣きながら食った。前も書いたが、嫁の料理は、殺人的な後がけ砂糖さえなければ普通飯。約8ヶ月ぶりに家で普通の食事ができて、嬉しくて涙が止まらなかった。泣きながら食う俺を見て、やっぱり砂糖がないから美味しくないよね。違うその逆。めちゃくちゃ美味しい。そう返してまた泣く俺、しばし沈黙の嫁、そしてしばらくバクバク食ってる俺を見て、考えたように一言。もしかして、砂糖嫌いなの？もうここまで来たからには本音で全て言おうと思い、砂糖が嫌いなわけではないこと、使い方の問題のこと、嫁の砂糖の使い方は常識をはるかに超えていること、最後の砂糖さえなければ嫁の料理はうまいこと、砂糖のせいで家で飯を食うのが苦痛だったこと、こんなようなことを一気に話した、この時も俺泣いてた、なんか泣いてばっかだな、長くてすまんが、もう少し続く。それを聞いた嫁は取り乱すでもなく、泣くでもなく、黙って聞いていた。恐る恐る嫁の顔を見ると、怒っていた。そんなに私の料理嫌だったんだね。別に無理して食べなくてよかったのに、あなたがいやいや食べたお料理がもったいない。私は良かれと思ってあなたに料理を振る舞ってきた。その私の気持ちはどうなるの？というようなことをかなり怒りながら言っていた。俺、砂糖がない方がいいよとは伝えたことがある、と思っていたが、かなりやんわりと言ったから、伝わってなかったのか？この後、いかに砂糖が体に悪いかを力説したんだ。そしたら、だったらなんでなおのこと、どうしてもっと早く止めなかったんだ、と、上と同じような発言の繰り返しになってしまった。なんだかこの一連のやりとりで激しく疲れた。今日は仕事休みなんだが、朝早くに家を出て、用事もないのにずっと外フラフラしてる。もうこのまま家帰りたくないよ。なんか飯まずとか関係ない展開でごめんな。みんなアドバイスくれたり、同情してくれたり、泣きそうなくらい嬉しかったよ。ありがとな。お疲れ様。大変だったね。嫁ちゃん、問題の要点がわかってないというか、何が悪いのか全く理解できてないみたいだね。もう一度ちゃんと話し合って、ダメなら義母も交えて話聞いてもらったら、それで義母が嫁ちゃん側につくようなら、簡単には進めにくいけど、個人的には、離婚も考えた方が良いと思うな。人材の会話みたい。砂糖がけが当たり前の嫁も、いきなり切れる旦那も意味不。お前、スレ最初から呼んでる？ 8 ヶ月も大量砂糖がけ飯を食わされてたら、さすがに切れるだろ。切れない方が異常まであるぞ。企業心には、言いづらくてな。実はまだ結婚1年経ってなくてな。
そんな新婚でいきなり嫁の愚痴を言うのは、両親にも義両親にもなんだか言いづらい。俺の考えすぎかもしれないんだけどさ。でもこのまま嫁が自分の異常さに気づけないなら、義両親に言うのが最善なのかな。あと、もう言い返してもらっちゃってるけど、本当に、8ヶ月間のあの料理はきつさしかないよ。時々指摘する時も遠回しすぎて、伝わってなくて嫁にとってはいきなりだったかもしれないけど、本当にいきなりじゃないんだ。このスレ的には、義両親に嫁ちゃんの作った料理を食べてもらうのが一番だと思うな。それにしても砂糖をかける前の、出来上がった状態の料理がうまいならば、味付けはまともなんだよね。その上に砂糖をかけるって、なんでだろ？多分一嫁の脳内では、旦那ちゃんも砂糖好き、ってなってたのかも。嫌ならとっとと言えよ。今まで何も言わずに溜め込んでたのかよ。ってとこが一嫁の怒りポイントだろうね。今までやんわり伝えてたつもりだけど、伝わってなかったんだね。きちんと伝えなかった俺も悪かった。いきなり怒ってごめんね。でも本当に砂糖漬けは辛いから、次からは砂糖かけずに出してくれ。って謝ったら義両親とか登場させなくても、解決しそう。みんな、たくさんのアドバイスありがとう。昨日のことについては、咳を切ったようにいろいろ言いすぎて、かなり感情的になっていたなぁと反省している。今から帰ってもう一度冷静に話し合ってみるよ。嫁はどうも今まで俺が嫌なのに嫌だと言わなかったと、思って怒っているし、それも誤解が解けたらいいなぁ。嫌だとはやんわり伝えてたし、みんなのレス見て、もし今日も砂糖まみれだったら、その場で写真撮って義両親に電話しようと、心に決めたよ。昨日あれだけ言ったのにまた砂糖まみれだったら、もう俺にはどうすればいいかわからないからな。写真だけでなく、会話の録音もしとけ。もしも離婚云々って話になった時、調停員に嫁の味覚の異常さと、自覚のなさ、の証拠として渡せる。砂糖まみれの食事って、将来的には、生活習慣病を招く危険があるからな。いや、反対に新婚だからこそどんどん言って、すり合わせていかないとダメだよ。鉄は熱いうちに打てというのが、この飯まずいたの旦那さんたちの、悲しみの経験から来る鉄則なんだ。一嫁はまだちゃんとわかってないな。義理の親を巻き込むのは嫌だと思うぞ。頑張れ。うまい飯と良い関係、健康な体まであと一息だ。今更だけど、最初の方で一致の、砂糖かけるんじゃなくて、調理過程で、に対して嫁が、それだと溶けちゃって意味ないじゃん、って言ってるやつ、単なる砂糖じゃなくてジャリジャリの砂糖が良いってのは、砂糖依存症だけでなく、移植症も入ってるんでね。つうか8ヶ月前に何があったよ。砂糖を山盛りにかけ始める前はどうだったんだ？最初に砂糖山盛りを食わされた時、一致は何をした？義両親も砂糖好きな可能性はあるけど、でもこれ、嫁が砂糖抜きを理解してくれさえすれば、あっという間に高校卒業できそうな案件だけど、今は大変でも希望は感じる。でもこれ、嫁が砂糖抜きを理解してくれさえすれば、逆じゃね？夫の気持ちを全く理解してないんだよ。そっちの方が問題じゃん。砂糖型の食事をしてるのに夫がどんどん痩せていってる。その時点でまともな神経してたら、なんかおかしい、って思うよ。とりあえず今後の対策をまとめると、一致は砂糖の影響だけでなく、吐いてたりすることで影響もあるだろうから、全身の健康診断を受けに医者に行くこと。できれば嫁同伴が望ましい。次に、夕飯に砂糖料理が出てきたら、写真と動画を撮って義両親へ報告。できることなら義両親に来てもらって食べてもらうこと。で、砂糖料理が親譲りなら、自分の両親を召喚して、今後の婚姻関係継続を真剣に検討すること。そのまま続けてたら、子供ができた場合、赤ちゃんのうちから、砂糖まみれの食事でどんな肥満体成人病幼児になるかなんて、容易に想像つくだろ。新婚のうちだからこそ強制が可能なんだ。頑張れ。赤ちゃんのうちから砂糖まみれ。てか妊娠中に砂糖ドバドバしてたら、胎児がまともに育たない予感。みんな本当にいろいろすれくれてありがとう。ちょっと遅くなっちゃったけど、今晩の話をポツポツとしていきます。まず、
晩飯ですが、砂糖、かかってました。ただいつもと違うのは砂糖の量が格段に減っていたこと。今までのが、どさ、ぐらいなら、今日は、パラパラ、ぐらい。一瞬喜んでしまった俺はバカだわ。砂糖がけ自体をやめてほしいって気持ちが、伝わってなかったみたいだ。昨日は言ったのにやっぱりかけるんだ、と思わずつぶやくと。少しずつ慣らしていこうよ。絶対美味しいからさ。これぐらいの量から始めていかない？とかいう意味不明な発言。リハビリ感覚なの。そうしてまで砂糖を食わせたいのか。ちょっと心折れそうになったが、俺はもう一度ゆっくり嫁に説明した。昨日なんで今まで言わなかったのかと怒っていたが、俺は砂糖がない方が好きだと以前言ったことがあること。その時に嫁が泣きそうになったから、もう言わなくなったこと。多分どれだけ食べても砂糖がある方が、美味しいとは未来永劫を思わないこと。そして何よりこのまま毎日砂糖を食べ続ける生活は、お互いにとっても良くないこと。もし今俺が言ったことを聞いても、砂糖をやめたくないと思うなら、一度俺と二人で健康診断を受けて、その結果を見た上で考え直してほしいこと、全部伝えた。今日は泣いたり怒鳴ったりせず、冷静に話せたと思う。嫁も怒らずに最後まで聞いてくれた。そして俺が話し終わった後、嫁の開口一番は、つまり、砂糖をやめてほしい一番の理由は、健康面、ってことでいいの？だった。なんかいまいちしっくりこない返事だが、理解しようという気はあるらしいことは伝わってきた。だからもう少しかなと思って俺も続ける。健康面も理由の一つではある。でもそれとプラスで味と食感が受け付けない。砂糖がかかってる料理は正直俺にとってまずいんだ。そう言うといなや嫁は涙目になる。健康に良くないとかはまだしもさ、まずいって言われると、私はどれも美味しいと思って出してるし、毎日あなたの喜ぶ顔が見たくて出してる。そう言ってより一層泣き出す嫁。またかと思い少しイラついたけど、ここで怒っても結局昨日と一緒だと思い、あくまで冷静に、諭すように話を続けようとした。うん。その気持ちはありがとう。本当に嬉しいよ。でも、俺が喜ぶ顔が見たいならなおさら砂糖ないど。喜ぶ顔が見たいから砂糖かけてるんじゃん。俺が言い終わる前に嫁がキスを起こしたので、もう話は通じないのかな、と俺ギブアップ。トイレに行くふりをして義実家に電話をかけた。電話越しに簡単に今までのこと話してから、俺の思いと今の嫁の状況を説明し、今から嫁を説得するためにうちに来てほしいと伝えた。義両親も最初は、そんなまさか、という感じで、信じていない様子だったが、俺が電話したままリビングに戻った時の、こんな時に電話するな、と泣きながら大声で言った嫁の声を聞いて、ただごとじゃないと察したのか、すぐに向かいますと言ってくれた。車で40分くらいの距離のはずだが、高速を使ってくれたらしく、20分ほどで義両親到着。その頃には砂糖は溶けかかってたんだけど、俺が最初に撮っておいた写真を見て義両親あぜん。俺としては今日の嫁飯はかなりマシなのだが、義両親はすぐに、本当に申し訳ない。うちの娘がひどいことをした。と謝ってくれた。嫁はいきなりの義両親登場に、何？なんで？なんておろおろしていたが、義両親が俺に頭を下げているのを見て、なんで？どうして謝るの？何も知らないくせに謝ったりしないで。と怒鳴り散らす嫁に、義父が思いっきりビンタ。嫁、また泣く。お前が一輝さんに出している料理は、嫌がらせ以外の何物でもない。たとえ、お前が良かれと思ってやっていることだとしても、相手が嫌がっていたらそれはただの迷惑行為だ。今すぐ一輝さんに今までのこと謝罪しなさい。一言一句覚えてるわけじゃないけど、だいたいこんなことを義父は嫁に言ってくれた。嫁はその間くくりとも動かず、義母はおろおろ。どちらかというと義母と嫁は性格似てるかもしれん。そしてようやく嫁が、すみませんでした。と一言俺に謝罪。でもなんていうか、俺の偏見かもしれないけど、義父にこれ以上怒られたくないから謝りました。感がすごくて、謝罪はされたけど釈然としなかった。それを義父も感じたのかはわからんが、ただひたすら黙っていて、このままこの場を開きにしようという空気にはさせなかった。昨日今日の一連のやりとりで、
俺は嫁とうまく会話ができないことに、すごくストレスを感じていたし、とにかく疲れたので、しばらく娘さんと離れて暮らさせてもらってもいいですか、と提案した。義母は変わらずおろおろと。でも娘ちゃんも謝ってることだし、そんな、別居とかは。と言ってきたが、すかさず義父が、構いません。今後のことなどゆっくり考えてください。娘はこちらで再教育します。また一致さんの整理がついたら連絡してやってください。本当に申し訳なかった。どれほど辛かったか、申し訳ない。せめてこれで何か美味しいものでも食べてください。と言ってくれ、嫁はそのまま義実家へ。帰りがけに義父が渡してきた2万は遠慮しておいた。とりあえず以上です。なんだか消化不良ですんません。とりあえず嫁とはしばらく離れて暮らすので、里飯からは解放されます。離婚するかどうかはまだわかりませんが、たとえ、里飯が治っても、この嫁と今後やっていけるか少々不安なので、これからゆっくり考えたいと思います。とりあえず明日の夜はどこかうまい店に行こうと思います。お疲れ様。よく頑張ったな。嫁はお前が強く言わないから、お前に甘えてたんだろうな。話聞く限りだとおそらくお母さんが、その甘えの性格の原因っぽいが、お父さんがしっかりした人みたいだし、ある程度料理に関しては何とかしてくれそうだな。ただ、少し頭に血が上ってるかもしれないので、嫁を全身精密検査できるような医者に連れて行った方がいい、と助言はした方がいいかもな。健康が理由なの？という発言から、まだ若いからそんなに健康に気を使う必要ない、とか思ってそうだし、嫁自身がしっかり現実見た方がいい。義父の反応から見るに、結婚前も自分の食事には砂糖をまぶしてたのかもね。後で振りかけているところから、義母の料理はまともで嫁さんだけが、変な食習慣だったのではないかと、結婚前に旦那にはするなと諭されたが、気弱な旦那だったのでそのまま習慣続行、と、ゲスパー。善意は悪意より怖いこともあるっつうけど、嫁のリハビリ感覚が怖いわ。てか写真撮った時は何も言われなかったの？写真は携帯いじってるふりして、シャッター女子のアプリで撮ったので、嫁は全く気づいてなかったと思います。ついでに書いておきます。最初は炊いたご飯に砂糖が混ぜ込んであっただけでした。ご飯ちょっと甘いんだけどどうしたの？と聞いてみたら、ちょっとこういうの好きだからやってみちゃった。で終わりました。正直この砂糖まぶしご飯はそこまでまずくはなく、ちょっとおはぎみたいな感覚かなと思えば、食べれなくはないし、今回だけと思えば、とそれ以上は何も言いませんでした。その次の日は茶碗蒸しの表面にうっすら砂糖、プリンみたいな感覚でどうぞ。と言われしぶしぶ食すも、ちょっと微妙だと思うよ、と苦笑いで言うと、あれ？でも私はそんなに悪くないと思うけどな。って、こんな感じで徐々に品数、砂糖の量、ともに増えていき、時々俺も、これはちょっとさ、と言ってきてはいたのですが、私はいいと思うんだけどな。で済まされ、そのままズルズルと来てしまいました。思えば最初の頃に俺がもっとビシッと言えていたら、こんなことにはならなかったのかな、と、遅かれ早かれ同じ結果になっていたのかもしれませんが、強気で言えなかったことを後悔しています。うまいもん食ってゆっくりな。そもそも実家にいた時は砂糖かけたりはなかったのかもな。おつでした。義両親が理解してくれてよかったね。しかしなおさら疑問なのはどうして嫁さんは、そんな味覚になってしまったのか。義両親は知っていたのか、結婚後の変化なのか、一度義両親とも話し合った方が良いのでは？義父には本当に感謝しています。義父がいなかったら途方に暮れてた。嫁はもともと、しょっぱいかける甘い、が好きで、塩キャラメルとかチョコのかかったカキピーとか、ザラメのせんべいばっかり食ってた。その感じを普段の食事でも食べたかったらしく、徐々に砂糖の量が増えていって、どんどん麻痺していったみたい。もともとの好みもあるかもしれないけど、味覚麻痺か中毒のどちらかであることは、確かなんじゃないかな。チョコがかかってるカキピーとか、ザラメのせんべいばっかり食ってた。以前にも誰かが言ってたけど、パリパリしたものを好むのに意味症ってのがあって、それは貧血の人に多いんだって。
味覚障害も疑わしいけど奥さんか頼ったものしか食べてなくて亜鉛欠乏もあるかもしれないね。まあでもずっと思ってたけど、砂糖をかけなければ普通飯なら味覚障害の線は薄いんじゃないかな。どちらかというと依存症とかのが近いのかもね。甘いものも中毒性あるようだからな。多分砂糖の大量摂取やめても他に依存しそう。何度も相談、報告、失礼しました。同じこと何度も言うようだけど、みんなのレス一つ一つが慰めになったよ。本当にありがとう。七市に戻ります。最初は吐き出すためだけに来た一致だったが、スレミンたちのたくさんの助言や考察により一致にとって良い解決策となるスレになったのでした。ご飯自体の味付けは悪くないのに、どうしても砂糖をかけてしまうよね。やんわり伝えてもダメ、はっきり言ってもダメだったら、あなたならどうしますか？ぜひコメントで教えてください。さて今回は一つのお話でしたが、楽しんでいただけましたでしょうか？高評価、チャンネル登録を忘れずに、また次回お会いしましょう。